神田五段のべしゃり稽古。ああ。やっとできた。お願いします。やっとできた。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、神田五段の。そんな感じで、サンダさん、ちょっとまたいつも通り、私、ちょっといじりますんで、ちょっと続けてもらって。はい。人生さん、最近、YouTube のはどうなんですか？ YouTube でしょ、なんていうかな、動画の頻度が落ちとって言いたかとですよね。いや、まあ、なんか、ね、ちょっと前まで休止されてたじゃないですか。はいはいはい。まあ、で、今、再開ということで。再開したんですよね。はい。で、そのこう3人で会議して、剣道だけやぎちょっと厳しいと、はいはい、正直、まあ、YouTube で成功するにおいてそうですね、うん、一つは井上鮮魚店その動画でも言ったんですけど、対決と大会動画がメインやったんですもんね。はいはいはい。そういう時ほらもうコロナで大会が全部中止になったじゃないですか。うん。それでゲストもおらんとですよ。うん。でこの前もその大阪府警の方からもともと特連で大阪府警に行っとんさって今佐賀の方でラーメン屋ばしおんさ人のオンサットですけど、はい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 、その人のところにお願いしに行ったんですけどちょっと今厳しいと、ゲストがおらんで、で剣道のその対決動画が上げられんけんですね。はい。ちょっと剣道以外のこともこの視野を広めていきたかなと思って。うん。あ、人生さんすいません、人生さんすいません、一ついいですか？はい。あのすいません、あもう大丈夫です、あの ビジネス佐賀弁大丈夫ですよ、あの標準いつも通り標準大丈夫ですからね。はい、一回言っとかないとね、一回言っとかないと。熱い熱い。虎之助さんこんばんは、今からですかということで、今始まってまだ2分3分ぐらいですね。そうですね、ちょっといろいろ症状ありまして、まあちょっとなかなか接続できなくてね。そうそう、おいがね。いや全然全然。あと黒沢正則さん、大会なくなるの厳しいですよねってことで。いやマジそういっすね、やばい。いや前出てくれた水炭水庫の黒沢さんでしょこれ。いや剣道家じゃないんだから。まあまあ、ね、サッカー やってらした経験が、まあそうですね、いろいろいろんなこと知ってるということで。まあ確かにその僕らも今やっぱ3人だけの動画、はいはい、しかもう、あそっか、この間の稽古さめを抜いたらもう半年以上3人だけでしたよね。ああ、1回後輩も出てくれたのか僕の。はいはいはい、そうです。だからなかなかやっぱりその目を引くものというか、はい、なかなか伸びないみたいな現状は あったありますね僕らも。いや本当それですよね。いやそういけあのー、この前玉龍記の動画上げたんですけど、はい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 、なんかその6人コロナになってから、まあ俺の推測ですけどコロナになってから剣道動画あんま伸びらん感じもするんですもんね。そう、それめっちゃありますね。いやいや、ま、結構ガチっすよ。ま、ま、そう、ま、前もそうだったのよ。いや結構そういうまでは結構バンバン伸びよったっすもんね。そう伸びてたんだけど緊急事態宣言とかになると一気に伸びない。俺たち逆にチャンネル登録者数も減ってったのどんどん。そういうことですね。チャンネル登録もステイでいいな、なんでっていう。いや、なんであそこもね自粛されたのかが、動画上げてなくても全然伸び、あの伸びてましたよ。え、じゃあ僕らの問題ってことですか？なんか問題があったんだろうね。そうですね、なかなか難しい世界ですけども頑張っていきたいと思うんですけど、なんかコメントとか来てます？はい、水葉さん、ビジネス佐賀弁だったんですねってことで。いやビジネス佐賀ティックトッカーね。で、ケンキツクロウさん、こんばんは、やっと見れました、ということで。あと、いやなんかね、はい、この前、梶谷選手が電車ったやないですか。はいはいはい、はい、はい。
その次俺と思って。いや、僕の頭の中で出にくい。いや、僕の頭の中でも梶谷さんとの次はやっぱり人生さんって決めてましたからね。ちょっと抜くなってきたな。でもやっぱね、人生呼ぶとみんなテンション上がるんだよね。まあもうだって前のベシャリーグの時もすごい出てくれましたからね。いやいや、もう協力させてください。ありがたいですよ本当に。もういや、おい、一つ言うておかすか。はい、そのせんさんがツイッターでなんかアンチ来とったっすよね。あ、来てた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 。あの岸さんがなんか返してたやつ。はいはい、はい、いや、おい、そのせんさんガバよか人って思うっすよ。あ、いやマジでマジで、あのそういうなんていう、あの知らんやつがそがんことを言うっておいは思うばってですね、はい、僕めちゃくちゃ性格悪いってツイッターで書かれたんですよ。なのでちょっと面白いのが来たなと思って、あ、どうも性格悪い私ですって言って、会ったことありますかって言うけど全部はぐらかされちゃうの。ボロッと言われるんだけど。でキッシュはキッシュで乗っかってきて、五段さん本当性格悪いって乗っかってきたもんだって。いやー、その先生、五段さんはめちゃくちゃ良かったと思う。五段さんとキッシュさんはめちゃくちゃいい人だと思います。あ、ちょっと待ってもらっていいですか。ありがとうございます。僕入れましょう、僕入れましょう。その何で僕だけ外れてるんですか。びっくりした。いや、あの三段さんだって飲み会参加あんまりせんやったけんが。だからあの時ライブあったじゃないですか。何回お話しするんですか。そこ、前出た時もこの話になったんですよ。いや、まだ根に持っとっけんすね。いや、そのね、決まっちゃったんですよ、結構前から。いや、やっぱその井上鮮魚店を取るのか、ライブを取るのか、いや、井上鮮魚店でしょ、みたいな。ちょっとあのじいさん、はい、また早く飲みましょう。いやいや、マジお願いしますよ。はい、まあ、コロナ落ち着いたらになっちゃいますけど、これもう、まあ、いつになるのか分かんないですけどね、本当に。いやいや、もう本当に、いや、あの言いよったやなかすか、今度は僕たちが佐賀に来ますんで、うん、って、はい、いつになってやろうかって思いよばってんですね。確かにね、確かに。ちょ、五段さん消えてますけど大丈夫ですか。五段さん消えて、なんか多分これ五段の結婚式の時の、確かに五段さんが一番かっこいい写真です、これが。いや、めちゃくちゃかっこよかったね。五段が一番盛れてる写真が、この五段の今の写真で、二番目に盛れてる写真がこれです。これ、ね、それ、そうですね、そうですね。あ、いや、今一番盛れてないです、五段さん。それ何年前の写真なんですか、その、あの結婚式の。33の時は4年前かな、4年前。うわー、4年前か。あれ、じ、5月3日。5月3日。え、何の日だっけ、三男さん。ゴミの日。やめろ、やめろ、お前。やめろ、お前。ゴミの日って言うじゃないか、お前。あれ、人生、彼女は、はい、彼女。結婚するみたいな言ってなかったっけ。いやいや、結婚しますよ。あら、呼んでよ。もう、結構固めていってるんですけど、うん、はい。あの、結構最近、あの、YouTube の動画の投稿頻度、結構落ちてきてるんですよね、おいが。あ、確かに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 。それが、ちょっとあの、5000万ぐらいの借金はちょっと抱えようかなって思ってて。どういうことですか？なんか新しいこと始めるっていう。その、今年の目標が、はい。あの、貯金と行動。挑戦することっていう2つの言葉決めとっとばってんですね。はいはい。その一つが、はい、あの、おい、牛ば買いようやなかすか。牛。はい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 。で、ちょっと独立ば考えよってから、で、自分でその井上畜産っていう会社ば経営したかなって思って。で、それで昨日も打ち合わせやったっすもんね。あ、一昨日か。で、あの、最近結構打ち合わせとかが多くて、はい、5140万ぐらい、こう、ちょっと事業計画書とかは書きよって。それで、そがんとの案件がちょっと最近、まあ、さっき編集してたんですけどね、そういう感じですかね。すごい。多いっすね。
うん、見直したわ、なんか。なんかやっぱ、好きなことしたかやなかすか。いや、かっこええな、なんか。この感じ。そういうのもやりつつ、いや、だって。いい脇見せなくていいですよ。どこサービスしてみますか。びっくりした。稽古とかも今されてるんですか。剣道この前初稽古行きましたよ。どうですか、体動きました。いや、それがですよ、はい、俺正月休みが456って取ってたんですよ。456、はい、はい、で俺まあちょっと悲しい話になるんですけど、8月に、おいのばあちゃんが亡くなったんですよ。はいはいはい、はい。で、おい、8月9日生まれなんですよね。はい。で、そのばあちゃん10日に亡くなって、で、それで、明けましておめでとうございますって、その、なんていうかな、あれ、はがきとか出せんとですよ。もちろんだからね。はい、はい、はいはい。俺もそうだから、俺もそうだから。あ、そうなんですね。そういぎ、なんか5日の日に、友達と飲んでて、まあ飲んでてって言っても、はいはい、俺は普通にカルピスとか飲みをとばってんですね。で、それで、佐賀県を代表する、笹川哲平先生からですね。はい、明日、歓迎校、お前、いつからするんですかって連絡なかったばって、もう明日最終日やけん、6時から来いよって言われて、もう、わかりました、みたいな。断れないもん。で、佐川さんだったら断れないわ。わかりましたっつって、はい、その6日の日が初めての稽古ですかね。で、今月と来月も一応稽古会する予定だったんですけど、ちょっと今の状態やぎ、佐賀県も今日も12人、昨日が32人やったかな。コロナでとって結構増えてきよっけんですね。ちょっと厳しいかなっていう感じはします。なかなかね。そうっすね。岸さん、その、はい。コメント、はい、いっぱい来てましたけど、どんどん消えていったんで、今、小見野さんから、皆さん、少し太りましたってことです。いや、俺に、20キロぐらい太った、俺。岸さん、ちょっと行きましたよね。いや、マジやばいかっすよ。ほら。このいやいや、お腹なんですぐ見せたがるんですか。もう毛を見せるんじゃない毛を。どこにファンがいるんですか。人生さんの脇の脇フェチ。いや、脇フェチ、剣道三段五段のチャンネル層、脇フェチいるんですか。脇フェチ6割ぐらいおるでしょ。6割もいんのかい。多すぎんだろ。すごいね。岸さん、なんか他に。はい、デス孝太郎さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。四国行ってみたいさん、人生さん、腕太そうだな。いや、マジでこれやばいです。58キロから今75キロぐらいあるもんね。74.8 ぐらいか。筋トレしてんのって言われたんですけど、ただ太ってるだけです。まあ正月はやっぱね、どうしても無理ですよ。うん、今の肉付きでもなんかモテそうっちゃモテそうだけどね、逆に。いや、マジでここ輪郭なくなったし、腹がばいてとったですよ。マジ超えたっす、やばかっす。あまりキッシーの前で太ったって言わない方がいいですよ。はい。危ないですよ、私も。なんか、キッシーが一番元気なくなりましたからね。はい、体重の話はコメント自分で分かりますからね、本当に。今、人生で一番やばいですから、本当に。今、何キロぐらいですか。100いってんのかい。なんかもう、100キロ超える人って、マジで才能らしいっすよ。あ、本当っすか。いや、マジで。よく言いますよね。あれ200目指そうかな。違う。岸、今全国からいじられてるからね、今ね。そうなの。全国からいじられてる、ちゃんとね。いや、でもやっぱね、
あの好きな時に好きなだけ好きなものを食べる、もうこれが一番太るのに、そうなんですよ、よかったかなって思うばってですね。うん、お正月の1週間はねもう豪遊ですから怖いわ、もう本当に豪遊してるから怖いわ虎之助さん、体重増えると体当たりが狂気になりますよね。意外と動けますよ、意外と動けますよ。体当たりがもう怖いでしょ。だから俺最近仕事中になんかあの五段先生にこうやってドゥッてやられるんですけど、マジで痛いですもんね、あばらとか。いやそうですね、はいはい、やっぱそのやってる人の体当たりの仕方だとグッと押されますもんね。普通にだから俺何も構えてないのにいきなりやられてマジグッってなったもん。あ、それもサイドアップしましょうや。なんでやっぱ五段はやっぱ悪い人なんですよ、うん、性格悪い、五段はやっぱ性格悪いんですよ最近のねこのさ生配信もさ、見るに耐えない低レベルって言われてますから俺その方に、その方に一言言いたいんですよ。全部合ってる。その通りだからね。土方、斎藤さんから来てますよ。はい。はいはい。三段さんと五段さんの面が、徐々にタコ面化してきている動画企画、いつも楽しんでます。あれ、これ、土方くんでしょ、これ。それはダメだな。いや、違う、人生、これ、土方くんでしょ、これ、歳三。いや、違うでしょ、多分。肘方の肘ってどうなってます？あのこの肘に肩はこの肩？あの肩。な、ま、間違ってる。どうかですかね。ああ、そういうかもしれないです。わかんないです。なんかツイッターとかそうだもんね。確か。いや、じゃあ絶対めちゃくちゃいじられてるじゃないですか、じゃあ。いや、でも、あの肘方と最近会っとる案件ですね。なんで仲悪い。いや、仲悪いっていうか、なんか結構忙しい人って、あで、なんかこれ言ってよかとかどうなんか知らんばってんが、じゃあ言うのやめときましょう。大丈夫。椎間板ヘルニアじゃなくて、何やったかな、なんかになってから、右半身が麻痺しとっとですよ。それで、なんか、こう、仕事に支障をきたしてて、なんか、今ちょっとあんまり治ってきたって言ったばってんが、あうん、なんかそがんとで結構こうカメラ持っとくだけでももうきつかって言ったっすもん、ね、うん、そうそうで、山やんは山やんでこう結婚しとってそっちも忙しいっていうことなんで、子供生まれたもんね。でも3人ともシンプルにちょっと忙しいからなかなか投稿に上げられないみたいな、ね、まあ、ちょっと下がっちゃう。いや、もうかっこ悪いんすよ、もう忙しいっていうそのなんていう時間作れないだけなんですけど、忙しいっていうのがなんかちょっとダサすぎな自分がおですね。いますね。あ、ごめんなさい。どんどんいきますね。はい。水葉さんが、剣道やってる人でなんか痩せてる人少ない気がするっていう。ああ。確かに。学生とかは結構まあシュッとしてる人多い気がしますけど、社会人になったら体もちょっと鍛え始めるのか。がっちりしますよね、うん、確かにそれは ありますよね、うん。あと小見野さんから、はい、1回目の非常事態宣言よりも皆さん大きくなりましたか、三段さん髪切りましたってことです。僕は、まあ、ずっと切ってないです。もう1ヶ月半ぐらい切ってないかもしれないです、髪の毛。じゃあ前から比べたらまあ切ったってこと。そうなのかな、うん、でも緊急事態宣言の時1回目のめちゃくちゃ髪やばかったですもんね。あ、長かった。五段に毎回髪切れよってガチのトーンで言われるっていう。マジで単発にしたらよかやなんですか。ああ人生今ダメダメ、それ三段さんの今髪単発いじるダメだから今ちょっといやなんかハゲてきたのやつでしょ、またハゲいじりでしょすごい好きですね、横刈り上げてるくせに。いやいや、もう30代後半の刈り上げ方じゃないんですよ。いやでもね、やっぱりさ、うん、こう画面見てもさ、はい、キッシーとかさ、私はもうアラフォーなわけですよ。そうなんです、はいはい、で三段さんとジンセンさんはもうこれからなわけじゃないですか。いや、まあ、ありがとうございます、ね、いやもう気持ちはいつでもティーンエイジっすよ。かっこいいね
なんか喋るときこうしなきゃ喋れないのかな。わかんない、かっこつけてるつもりなんですかね、わかんないですけど。いやいやいや、こうね。佐賀で流行ってんのかな、これが。いや、流行っとらんす。昔の加瀬大衆みたいな。久々聞いた。最近出らんすね、その人。人生いいな、飲みたいね。いや、マジっすよ。会いたい。あの、てか、おい、一つ聞きたかと思ってんすよ。はい。でも、結構コロナ出ようやなかすか、そっち。多いね、多い。はいはいはい。こう、周りでコロナ感染したとか、その、出てるっていう、その、感じするんすか、なんか、うわ、危ねえな、みたいな。いや、いないんだよ。これがいないんだ。周り。僕の周りも、いないっすね。だけど、その職場の、隣のなんか病院とかあの施設とかでクラスターが起きたみたいなのはある。はいはいはい。だけど知り合いではいない一人も。へえ、うん。あの皆さんちょっと一瞬正座していただいてよろしいですか。はい。あの橋本圭一さん。あるあるある。来ておりますと。え、まあ降臨されました。橋本先生。いや、まず俺橋本先生と対決したいんですよね。でも人生なんか勝てる気がします俺。あーやばいやばいやばい、絶対ダメですよそんなこと。橋本先生すいません、人生さんこういうキャラなので許してください。その感じ全部三段にぶつけていただいてよろしくお願いします。人生さんにぶつけてくださいよ。その寸前から決まっとらんけんですね、お前は負けるって。それはいかんって思いますよ。確かに確かに確かに。あ、すいませんすいません、橋本さんどんな人にでもこういうこと言っちゃいこうなんです、すいません。全部怒りは三段にぶつけていただいて、やる前から負けると思ってやらないよっていうことですね。人生さんが言いたいのは、うん、そういうことですね。そういうことですね。竹野内先生にも絡んでたもんね、人生ね。いや、ほんとYouTuber 対決したかっすよね。おお。いや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 、あの、ほら、橋本先生も YouTube 視聴者やなかっすか。あ、剣道二人ごと。はい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 。はい、で、その、剣道 YouTuber 対決。あ、開きましたね。その大会は、会場には行くんですけども、三段五段は辞退ということでいいですかね。あの、人生さん、はい、橋本先生からですね、はい、受けて立ちますよと。いや、ま、いや、マジでしますよ。喉に穴が開いてもいいならって言っております。大丈夫っすよ。すごいなんか2人ともボクシングの煽り部位みたいな煽り合いしてるんで。いやいや、橋本先生の動画結構見てるんですよね。ごめんなさい、一瞬だけ。虎之助さんすいません、そろそろ稽古へ行ってきますってことなんで、皆さん送り出してください。ありがとうございます、虎之助さん、見ていただきありがとうございました。コロナだけには気をつけてください。いいな、結構。この時間から結構。橋本先生は突き狙って、実は橋本先生おそらく突き狙ってくると思うので、いや、全然。喉が開いてもいいなってことなので、はい、しっかりこの喉が開いても、ちゃんと埋め込めれる。また絶対こういうこと言うやろうなと思って誘った部分もある。いやいやいや、マジで分からんすよ、してみ談義。確かに、確かに。うん、確かに。人生、でも本当にキッシーと勝負、キッシーと。はい。キッシーと勝負してないでしょ。いや、してないっすね。キッシー最近大成長だからね。ああ、全然。なんかいやいや、しましょう。一人稽古しかしてないんで。全然です、全然です。キッシーさん、大会とか出らんとです。出ないです。そう、出ないですってなんすか。いや、全然、なんか。結構地元に3人制の大会があったんですよ、フリーの大会で。はいはいはい。で、それに出ようかってなったんですけど、やっぱりまあ中止になっちゃうんで。ああ、確かにですね。そうですね、なかなか千葉、東京でないですよね、やっぱやるところが。人生、東京来る機会ないの？全然。いや、もうコロナの影響していけんすね。あ、じゃあ落ち着いたら、斬新とかでいっぱいやりましょう。そもそも佐賀に来ないんですか。それね、佐賀に。ああ、全然それはもううちにはね、キッシーさんっていう方が今。ぜひ YouTube の食べ歩き動画にしましょう。よろしくお願いします。あ、いいですね。お願いします。
どうですか、この橋本先生からちょっと続きのコメントとか大丈夫ですか。特にいただいておりませんので、おっと、もしかしたらこの契約が破綻したんじゃないですか。破綻か。いや、でも一回ね、本当にやってみてほしいです。本当に橋本先生の技を受けて、あ、こんなに上手い方がいるんだっていう感動しますよね。今日打ち受けて、いや、やっぱそのなんていうかな、対決してみないんでやっぱ分からんけんですね、実際。それは分かりますから。こればっかりやな、ばっかりやないかもう。あ、人生、さ、川崎さんとかってこういうトークとか出てくれんのかな、あかんのかな。いや、浩二くんが、まあちょっと、今年度まではちょっと厳しいということなんで。あ、年度、3月まで。まあちょっといろいろあって。いろいろね、なるほど。そう。じゃあ4月からちょっとじゃあお誘いしてみようかな、いろいろ。そうっすね。連絡しておきましょうか。あ、ぜひなんか、丹田さんがちょっとかかり稽古をつけてほしいって言って。なんで毎回僕生贄に使うんですか。2月5日に浩二くんと一緒稽古するんで、その時ちょっと言っときますね。ありがとうございます、すいません。ぜひお願いします。お願いします。ということで小田さん、お時間大丈夫ですか。そろそろ、お、マジ、あと3分ぐらいで終わりたいなと。あ、わかりました。ちょっと終わらせないぜ。コメントちょっと読めなかったんですけど、いつもサインズさん、はい、小春さんも来ていただいてるんで、ありがとうございます。で、あと小宮さんが、剣道日本1月号、橋本先生かっこいい、絵は短め派なんですね、皆さんは絵は長め短めどちらですかってことです。短め。僕もやっぱ普通かな。僕は、私は中湯井までのやつ、中湯井までのやつが好きです。どういう構えしてんすか、じゃあ。こうやって、もう、あれ、緑の持ち方が何それ。何その動き、弱っ。こういうの人生めっちゃ好きやから、こういうボケ。いや、でも久々4人で喋りましたね。ね。いや、まあそうですけどね。そのボケが好きかどうかは答えずに今流しました。いや、なんかやっぱ久々会いたか、マジで。そうですよ、ね、本当に会いたいですね。言ってもこんだけこう配信では何回も会ってるけど、実際会ったの1回だけだからね。いやいや、マジですよ。めちゃくちゃ濃かったんだよ、その1回が、まあね、稽古もしてね、試合もしてお酒も飲んでいろいろ語れたからよかったんで。あ、キスティさんと五段さんでしょ。だからめっちゃ見守ってるね。引き戻さないでください。引き戻ししないでください。楽しいね、お願いしますよ。楽しいね。いや、マジで飲みましょうよ。ぜひぜひ。次世代だとなんかもう時間もあれなので、ちょっと視聴者の皆様にちょっと一言、なんか、あ、かっこよく、これでお願いしていいですか。長めの目。いや、偉そうになっちゃいますかね、ちょっと。いや、首関係なくないこれ。いや、五段がよくやる動き。もうちょいで、あと2000人ぐらいで1万人なんで、土方が、1万人いったら即引退って言ってたんで、1万人いけるように、YouTube 活動頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いいたします。お願いします。ちなみにさっきの土方さん、別人だそうです。あ、やっぱ違う。別人の方なんですね。すいません。はい、いや、本当、タコ麺直してきますね。すいません。ご忠告ありがとうございます。あ、すごい。タッチさんとかもいらっしゃった。はい、タッチさんとかもね。お久しぶりでございます。あ、ということで。ということで、また引き続き、人生さんはいつでも出てくるということですので、はい、また、まあ、今日話足りなかったので、まあ、第2回、第3回とどんどんお呼びしていきたいと思いますので。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、以上、剣道三段五段、べしゃり稽古でした。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントを読めなくてすみませんでした。ごめんなさい。よっしゃー。
あれまだ切れてないんだよ。はい。ちょっとまあ。ちょっと待ちくださいね。時を超えて、君を愛するか。エンディングでよく使われますけどね。君を守れるか。これ、あれなんで急にオフになったんですか。どこでこっちかな。あー、ごめんなさい。あれもまだ続いてんのこれ。まだ続いてる。俺が切れてない、うまく。やっぱこのライブは終わらすんなってことじゃなかった。